皆さんおはようございます。今日の朝ごはんです。ベビーホタテのワイン蒸しとカブのぬか漬けに切り干し大根、あとはサラダです。皆さんおはようございます。今日の鶴岡はあんまり太陽は照ってないんですが、もう蒸し暑いですね。今日も一日、今日から6月14日月曜日ということで今週スタートです。よろしくお願いいたします。今日はですね、メロンコッテ、ここら辺しか食べないですかね。メロンコッテ、メロンの大きくなる手前の鉄化したやつです。でこれピーラーで皮を剥いてこんな感じ、ウリですからね、こんな感じなんですけど、これを味噌漬けにしていきます。でここを取ってですね、中どげなってるかというとですね、こんなんです。はい、でこれの種は取り除きます。あ、間違った、ピーラーで皮を剥く。まあここまでしたらあれだけどね、包丁でも剥いても手切りそうだ。すごいカリウムがいっぱいあって、むくみとかね取ってくれるので、夏場なんかはね、で体を冷やす食べ物ですので、なんか包丁で剥いた方が早い感じですね。なんて週始めから大ボケボケです。でこれよりちっちゃい、本当卵大ぐらいの時に取ったら、それはそれで皮とかもね柔らかいので、皮取らないでそのまま漬けることもあります。でこれ今日はスタンダードに漬物にしますが、明日ちょっとお楽しみしておいてください。また違うやつをしたいと思います。今ちょうどいっぱい出てる時期で、スーパーなんかにも売ってます。で今漬ける人とか少ないんですかね。いろんな料理にできるんですけど、で日曜日でですね、この間昨日なんですけど、一晩寝るとなんか3日も経ったような話しますけど、昨日地域の小学校のグラウンドの草刈りと草むしりとか整備があったんですけど、うちもスタッフ と3人で行ってきましたけど、なんか地域との交流があるとすごく楽しいですよね。でこれ味噌、いつものこのお味噌、麹味噌、お好きな味噌でいいんですけど、麹味噌の方が美味しいくできます。この間は袋にジッパー付きの袋に入れましたけど、今日はあとこれさも漬け込みます。こんな感じで下に入れて、でまた上にもこれで、とっても美味しくなるんですよね。ただこれだけです。本当味噌、この味噌何もいらない、味噌だけで十分ですね。でこれはもう明日まで、お楽しみです。はい、こんな感じですね。こんな感じでちょっとここら辺してみた。でこれでラップをこうペタッとして、こうやってした方が漬かりやすいです。でまずこれはこれで、今日はですね、これ、じゃがいもと玉ねぎとしめじと、あとメロン粉が入ってます。これを
ハンドミキサーで。で最近あの学習しました。これこのままジャーッとすると私は大変なことになりましたので、これをミキサーで砕いていきます。すごいこの鐘と鐘の音の鳴るな。ただ水で煮てるだけです。でこれを、これあの濃度を見てちょっと飲み込みが悪い方の時はちょっとこちらの粘剤を入れます。これ入れますが、ちょっと今の段階ではわからないので、玉ねぎがちょっと残ってる。よいしょ。で、OK です。でこれをお鍋にですね戻してもらって、こうですね、で火をつけます。あんまり高い温度だと。でここにですね牛乳、500まではいらないな、よいしょ、 300cc ぐらいですかね。でここに味噌大さじ1杯これ入れます。で味噌を入れるとすごくコクが出てですね美味しいので、でこれ味噌ちょっとここで溶かします。溶かします。で今日お肉とか入ってないので、コンソメスープの素を入れます。ブイヨンでもいいんですけど、このまま、あとこれ小さじ1杯ですね。小さじ1杯、もう簡単に。であと塩じゃない、胡椒だ、胡椒で味噌が入るので、お塩はほんと小さじ2分の1ぐらいでいいですね。こんな感じです。これを焦がさないようにこんな感じでいきます。で椎茸とかキノコ類が入るとすごく味も良くなるんですけど、ミネラル入るのでとても美味しくなります。でこれ入れてですね、でこの濃度を見てもらいたいんですけど、もうちょっと煮詰めるともうちょっと濃度が出てくるので、普通にちょっと軽いとろみ中だの少ない、小さいとろみ、少ないとろみであればこれで OK だと思います。で冷めても今日はバターとか使ってないので、固まったりとかしないので変に油浮きませんので。でこれ植物性のホイップクリームです。硬い、 70cc 弱で、OK。 これだとちょっと緩いので嚥下障害がある方はちょっと粘剤入れてください。こんな感じなので本当私たち、全然あれなので、で冷たいグラスなんかに、グラスっていうかこれの
ガラスバージョンにちょっと入れてみるとすごくおしゃれで、カップか、カップに入れてもらうといいかなと思います。でこんな感じ、もうあの沸騰させないように、あの気をつけながら回してもらって、はい、これで終わりです。ミキサーがない方はコロコロのままで全然あの歯ごたえもあって逆にいいかもしれないです。じゃがいものスープなんですが、本当は冷たいスープ、これからの時期ので、メロン粉が入ったスープです。はい、今日の一品は、あ、なんか涼しい色ですよね。今日の一品です。じゃがいもと、メロン粉の冷たいスープ、今あったかいですけど冷たいスープです。ではですね、ちょっととろみ、これ、1玉 70cc なんですけど、これで2玉分なんですけど 140cc です。でこれにちょっと、これで 0.9 入るんですけど、中間のとろみ、これとまあ半分ぐらいかな、あの鶴岡協立リハビリテーション病院の基準が、私たち今まで1倍2倍3倍とろみとかって言ってたんですが、あの全国のリハ学会の方に合わせたということで、中間のとろみはこれに 200cc に対してこれ2つ分 0.9、0.9 で 1.8 が中間とろみということに、あの基準にしたということでしたので、ですごくこうなんだろう、とろっとした感じ、これ15分ぐらいすると もっとトロッとしてくるので、これでとろみがないって言ってまたこれに入れちゃうと、もうもったもたって、ここに詰まってしまって窒息の原因になりますので、これはで澱粉ですので、のじゃがいもの澱粉がしっかり入っているので、このぐらいで押さえてください。でもしあんまりベタっていうことであれば、スベラカーゼを入れて、もっと70度ぐらいに、70度以下か70以上に沸騰させてですね、スベラカーゼであるとか、酵素が入ってる粘剤を入れて喉越しよくしていただきたいと思います。これが、中間とろみになります。こんな感じですね。ですので、その人の飲み込みの状況に合わせて粘剤を調整してみてください。あ、パセリ入れるともっと美味しい感じになるかも。はい、こんな感じですね。はい、で食べるときパセリのせないようにして、よく混ぜて、ね、食べていただくといいと思います。はい、ではで、ちょっと嚥下障害がある方はちょっと粘剤を入れてね、かき混ぜてください。はい、2度かき混ぜたりすると、乳製品用のとろみ剤使わなくても大丈夫ですので、15分ぐらいしたら落ち着いてきますので。であとこれはメロン粉をつけただけで、明日ぜひ皆さんにお目にかかりたいと、日本語変だと、どんな感じでつけたか見ていただきたいと思います。はい、でこれは今回届いたお花、ひまわり、ちびちゃんひまわりが届きました。で、今週の土曜日ですね、6月19日、みんなの空の子どもたちと、ひまわりを植える予定になってます。今回もし時間がある方をいらっしゃれば、かなでの方までおいでください。では今週また今週またしっかり背筋を伸ばしてですね、口角上げて頑張っていきましょう。では皆さん、また明日、ごきげんよう。さようなら。